やーい、やーい。お前の母ちゃん、最高だ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、今回はっていうか、今回も、エスケーピスト、はい、やっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、前回の、実はね、動画あったんですけど、ちょっと、一回非公開にさせていただきました。ちょっとね、名前が、僕の名前じゃなくてね、フレンドさんの名前がちょっと載っちゃってたので、ちょっと今回消してきましたので、今回は、こちらゲームプレイ普通にやっていきたいと思います。で、今回やりたいことなんですけど、まず、こちら、センターパークス、こちらで、新しく、まず始めます。はい。で、このように、ま、クリア。前はガンマイクを使ってクリアしたんですよね。で、まあ、今回はやりたいことは脱獄じゃなくて、まあ、脱獄ももちろんする予定なんですが、こちらで、その、点呼に遅れたり、その、例えば囚人が、まあ、僕が、その、警察官っていうか、その、看守の、を殴り倒して赤い鍵とか、鍵を取ると、その、警報が鳴るんですよね。あの、ううって言って、もう犬が、警察犬が出てきたりとか、もうすべての警察官っていうか、監視が僕のところに襲ってくるみたいな。で、要は点呼、多分点呼をほかっとけばそうなるんで、今回は、その点呼をすっぽかして、まあ、警戒モードというか、もうあの、警報が鳴るんですよ。その間、一定の時間、もう結構長いんですけど、その間までずっと逃げ続けてみようかなという。はい。そんな、しょうもない企画を、ちょっとやってみたいと思います。まだちょっと、そんな、エスケーピスト慣れてないけど、それでもちょっとね、やってみたい。そんなお年頃なんでね。はい。じゃあ、どうしよう。誰で行こうか。じゃあ、これなんて言うの？クレイブって言うのかな？いや、行ってみようか。センターパークスへようこそ。君の再生はここから始まる。じゃあ、ちょっとスキップ。ここはまあ、前見したんでね。じゃあ、行きましょう。いや、いい朝だ。ちょっとね、一応武器とかなんか欲しいんだよね。だからとりあえず、もう早速行きますよ。はい。どうする？一旦ちょっと武器欲しいから、ちょっと一回最初、ごめんなさい。天候だけ。ちょっとその、今日一日は、いや、どうする？いや、夕方の天候、やっちゃったからまあいいや。とりあえず天候はちゃんとやるとして、ちょっと一旦、武器をちょっと調達したいんで、まあ、武器が一番いいの、警棒なんで、とりあえず、監視をボコボコにして、監視、あの服欲しいよね。あそこの警備員。クソつまらんって言ってるけど。あいつら殴り倒しに行ったらどうなんだろうね。でもこれ赤い鍵がないとここ入れないんですよね。あの装備欲しいな。とりあえずちょっと、監視、一人になってる監視を、いた。おっと、手が滑った、ごめんな。待って、やべ、ちょっと。危ねえ、ちょっと。ほっ、よし、防御うまいな。おら、よし。ほっ、やばい、ちょっと待って、待て、やばい、早めにこいつを倒さないと。危ねえ。いけ、やばい、危ねえ。おら、やばい、ちょっと待って、ちょっと警備員の前で、これやるのよろしくないかもしれない。やばい、危ねえ、危ねえ。よっしゃあ、危ねえ。いただくぜ。ちょっと待って。とりあえず、警棒と、これ持ってっか。よし。やばい。ちょっと待って。ごめん。ちょっと待って。ロッカー行く。やべ。今97だから、ロッカー入ろう。ちょっと待ってよ。危ねえ。危なかった。とりあえずちょっと警棒と監視の服に着替えとくか。朝食抜いちゃった。まあいいや。別にいいや。まあ朝食抜いたら、まあすっぽかしたんで、星が1ついたんですよね。でも、点呼に遅れると多分これが一気にマックスになるんじゃなかったかな。もう本当に超警戒レベルですよね。それで逃げ続けたいと。なので今回、まあ警棒と、監視の服ゲットしたんで、もうこれで、もう戦いの準備は済んだと。はい。この状態で逃げ回りたいと思いますよ。まあ、その前にちょっと一旦ね。自由時間だから、まあ別にいいんですよ。とりあえず、
60ぐらい、60代になったら、まあちょっといろいろ動き出してね。まあもうやることないんで、とりあえずいろいろちょっと漁りますか。あ、筋力上げとこうか、一応。そっか。そうだそうだ。一応、ちょっとでも筋力上げて逃げ回る。その戦術でいこう。そろそろマックス行くんじゃないか。これ64でしょ。あと2回か。多分あと2回で100行くと思うんだけど、どうだ？これで、ちょっとね、最初は警戒レベルマックスにして、その、戦おうかなって思ってたんですけど、今回はですね、これでもうマックス、あ、もう上げれないわ。これ体力も上げとこうか。そうだね、体力もいるから、あ、もう体力、筋力マックスにしよう。これはちょっと時間かかるけど、仕方ない。ちょっとこれはもう、これでいきます。よし、これでもう、ちょっとで100、これで100いっかな。どうだろうな、スタミナ、あ、いけそうかも。あ、いける。よし !100 来たぜ。オッケー。もうこれで、筋力100、体力100ですね。じゃあこれで一旦、ちょっとスタミナ、ついに、挑みたいと思います。はい。今回はね、刑務室、ちょっと待って、とりあえずちょっと、朝食食べよう。朝食食べて自由時間に、決行したいと思います。あの管理システムにいる超絶強そうなボス。あいつをやりたいから、まず赤い鍵をゲットするんですよね。赤い鍵をゲットして、あそこに入り込んでボコボコにすると。体力も100だし、筋力100だから多分警備員すぐ倒せると思うんだよね。で、警備員の赤だよね、確か。赤い鍵さえあれば、奪い取れば、ちょ、ね。おらよ！よし強い待て。おらこれで終わりだよし赤い回じゃあ黄色かおめえじゃねえんだな。おらよよし行ってあ、全然食らねえ行ってやばいちょっと待って、食らいすぎ危ねえ行ってやば負けるちょっと待って、落ち着け落ち着けやばい危ない。ちょっと待って。おらよし赤い、やばい緑かやべえちょっと待って、くそ落ち着け落ち着け、逃げろ、ロッカー作戦、緑でもいけるのか、ちょっと待って、ロッカー、とりあえずロッカー、ういっす、めっちゃ見て、え、大丈夫、おらよ、よっしゃ、さあー、紫か。これ紫でいけんのかな？ちょっと待って、鍵確認しないと。何の鍵か。あ、やべ。ね、今、死んだふりしてなかった？ちょっと待って。行くか。ちょっと待って、警備員、ちょっと、大丈夫。逃げ切れるから。ちょっと待って、管理室、赤か。うん、やっぱり赤い鍵っぽいな、これ。赤の鍵だな。赤の鍵を見つけ次第。おらよ！待て。赤い鍵。赤持ってん誰だ？待て、やばい、おら、よし、もう一発、よし、これで、赤いが、来た、行くぞ、これですぐ開けて、これ、警報鳴るんだよ、この赤い鍵持ってると、倒すぞ、行くぞ、よ、兄弟、おら、待て、こっち来い、よし、OK、で、ちょ、待てよ、一回、赤いか、ちょ、やばい。ほら！いや、入った！うわ！